うつで休職中です。原因は上司と合わないこと、仕事の内容が合わないかとかですと、えー。来年度は異動になると思いますが、9月から復帰して半年間今の職場で働かないといけません。どのように考えて仕事したらいいでしょうかということですね。まあ、これもよくある質問といえば質問ですね。不本意な場所にいなきゃいけないときにサラリーマンをどうすればいいかということですけれども、不本意なときは不本意なときなりに、 まあ、クビにならない程度にみんなに迷惑をかけない程度にそこそこで働くってことが重要ですねだからどのように考えたらいいかっていうとそういう冷や飯を食わなきゃいけない時期っていうのはサラリーマンをしていれば絶対ありますしどんな人もあるんですよねで、どのサラリーマンにもそういう時がありますだからあのずっと自分のやりたいことが自分のね熱中できる仕事ではなくてなんかこう左線のような場所なんかこう窓際に追いやられて 半年、1年、数年、こうただなんか時間を浪費させられているような時って来るんですよね。それはまあ組織人であればそういう運命というかになることはよくあります。まあ、組織人じゃなくてもあると思いますけど、そういうものですね。はい。だからまあどうしたらいいのかというと、まあそういう時期はそういう時期内の過ごし方っていろんな人がいろんなこと書いてるので参考にしてもいいと思いますし、今はこういう機会なんだなってことで。 ちゃちゃっと仕事終わらして、趣味をしたり、恋愛をしたり、家族と付き合、ね、なんか時間を過ごしたり、そういうふうに割り切るのも、あの、必要かなと思いますね。はい。